こいつ毎回トーク持ってるよなと思う芸能人第1位は、水谷豊さんです。そうだ、ドラマをトークに出してごめんごめんごめん、面白いな、我々もどうかしてんのよ。何か水谷さんにメッセージはないですか？いや、もうちっちゃい頃からドラマ見させていただいていて、はい、ずっと頭に浮かんできたのでよかったなと思って本当に感謝しております。すごいな。